し、制限解除。行きましょう。目標はそっちね。ここまでです。どうしたのでしょうか。誰かが助けを呼んでいるようですね。急いで確認しましょう。任務が終わったらまたゆっくり風景を楽しみましょう。こちらへ。まだまだです。ここまでです。正々堂々と戦いましょう。逃げられませんよ。
どんな時も敵にチャンスを与えてはいけません。崩壊を一掃することはバルキリーの責務です。ついてきてください。どんな時も敵にチャンスを与えてはいけません。私の番ね。はあ、やっと生きてる人間に会えた。すまないが、女の子を見かけなかったかい？カールがかかった銀色のポニーテールでベレー帽をかぶっているんだ。背は僕よりも頭一つ分ほど小さくて。おじい様？私の番ですね。ついてきてください。こちらです。ついてきてください。こちらです。ついてきてください。私の番ね。少し状況を整理させてくれ。つまりここは西暦2017年、君たちも西暦2017年の人物で僕のことを知っていると。そうでなければおじい様なんて呼ばないわ。しかしそれが本当の話だとしたら、僕はどうやって500年以上も生きているのだろう。あなたは自身のために機械の擬態を作ったのです。ふん、マルウェアを使って人の体を盗むなんてこともしたのよ。とにかく私はあんたを信用しない。あんたが15世紀の人間だということを証明しない限りね。あんたの存在は異常よ。この周りにある他の時空を見てみなさい。あんたみたいに生きている人間なんていないわ。確かに君たちに警戒される理由を否定することはできないが、どうやら未来の僕は君たちに嫌われるようなことをたくさんしたようだ。嫌いなんて可愛いものじゃないわ。あんたはね。まあいい。あんたが本当に15世紀から来たもう一人のあいつなら、今ぶん殴っても意味がないもの。パラレルワールドの未来に干渉する余裕はないわ。パラレルワールド？一理ある。少なくともタイムパラドックスは生じないな。ええ。哲学の基本常識とも言えるわね。待って、そんな話をしている場合じゃないわ。テレサ、デュランダル。こいつをどうすればいいと思う？500年前に戻すとか？でも、博士が言ったように、おじい様本人の可能性もあるわね。私には、彼がとぼけているようには見えません。もちろん、ハイペリオンに連れ戻し、調査することについても反対しませんが、ただ、私個人としては、今の最優先事項は、この異常空間の調査だと思います。ええ、一理あるわね。けどやっぱりそういう可能性は排除しておいた方がいいと思う。もしこいつが次元爆弾みたいなものだったら。未来の僕は君にとって恐れるべき相手のようだね。ち、余計なお世話よ。あんたみたいな気色悪い顔をした奴がどんなひどいことをしたか分かってる？その罪を数えてあげましょうか。テスラ博士、落ち着いてください。主教様はあなたたちに申し訳ないことをたくさんしてきました。それは承知しています。ですが今は過去の出来事よりも優先すべきことがあります。つまりこの混乱した時間自体のことだね。君たちにとって僕はよく知っていて全く知らない人で、
わけもわからずに急に現れたと。しかし僕にとってもそれは一瞬の出来事だ。大きな戦いが終わって戦場が異様だと感じたら、周りの人々が消えていたのだから。戦場？ああ、僕たちはついさっきここで天命本部の主力主教親衛隊を殲滅したんだ。待って、ちょっと待って、あんた、夫アポカリプスがここで天命本部の主力を殲滅？あんた、その時間から来たの？その通りだが、つまり僕たちの歴史が極めて似ているということかな。確かに1491年にそういった戦争がありました。当時まだ天命主教ではなかったオットー様が革命軍を率い、ここで天命本部の主力を撃破したのです。当時のおじい様は天命主教の正統継承者だったけど、思わぬ出来事のせいでその姉と甥に権力を奪われた。その二人の恐怖政治は十数年もの間、民衆の支持を受けたおじい様が彼らを打ち倒すまで続いていたわ。率直な感想だけど、あいつのような人間がどうして民衆の支持を得られたのか想像できないわ。巧妙な騙しの手口でも使ったんじゃないの？確かに僕個人の実力というより、みんなは僕を信仰のシンボルにしたかったのだろうね。そう、みんなは僕がいたからではなく、聖女の神話があったから一致団結したんだ。聖女の神話？天命の聖女？それってカレン・カスラナのこと？当然さ、カレン以外はいやしないよ。僕の知っている世界には二人目の聖女は存在していない。カレン、彼女は僕のせいで死んでしまった。その罪に耐えきれなかった僕は何の意味もなさない現実逃避ばかりしていた。あの頃の僕には彼女がいない世界と向き合うことはできなかったし、したくなかったんだ。僕はベネツィア人が墓地にしていた島に逃げ、そこで神父の名義を使い、特殊な孤児を引き取る修道院を開いた。これでも一応貴族の端くれだからね。落ちぶれた暮らしの中でも好きなようにすることができた。しかし、天命の地下にいる民衆たちは、自分たちの暮らしに失望したとしても耐えるしかなかったんだ。その暮らしから逃げられない人が多いせいか、聖女は一つの信仰として民衆の中に広まっていったんだ。信仰ですか？ああ。カレンはこの世界で唯一の聖女で、カレンの死があらゆる罪を持った人々の罪をあがなっていると彼らはそう信じている。彼らは聖女に関するあらゆる人物や事件を崇拝し、それらを魂の拠り所として天命の恐怖統治に抗っていた。そしてあんたはそれをうまく利用したってわけ？彼らをあんたが主教の座につくための踏み台にしたっていうの？君、なぜそういう考えが生まれるんだい？は？あんたの顔を見て、どうせあんたならそうするって考えたからに決まってるでしょうが。あんたはその顔で、ムーンライトスローンの発明者と、天命最強のバルキリーを死なせ、人類のために戦った第一律者を殺した。そしてあんたは、第一律者の後継者の邪魔をし、第二律者を外に出し、数千万人の命を奪ったのよ。落ち着いて、テスラ博士。今あなたの目の前にいるこの人は、あなたが責めている人と直接的なつながりはないのよ。ち、そうね。あんたはあんた、あいつはあいつ。あいつは恥知らずな非道だけど、あんたもそうなるとは限らないわね。悪かったわ。見た目で判断すべきじゃなかった。だけど、あんたにも知ってほしい。私たちが知っている、
夫をアポカリプスという男は、様々な言葉で表現できるけど、善人という言葉だけはありえないってことをね。いや、礼を言うよ。は？その言葉のおかげで、僕は自分のことにちゃんと目を向けることができた。感謝するよ、未来の博士。僕の心の奥には、時間ですら埋められない空洞があるんだ。聖女の光を追いかけるほど、その空洞は僕の魂を深い闇に落とす。救いようがない猛毒みたいなものさ。僕という人間は、人体実験に手を染め、自分を慕う仲間を殺した。確かに君たちの言ったように、果てしない闇に落ちるリスクもあるんだろう。僕にとって、聖女のような博愛心に満ちた人になることは、苦行、戒律、自分自身を束縛する行為でしかない。僕は、もし、この出会いを経験した後でもまだ元の世界に戻れるのなら、僕は、天命主教の第一継承権を放棄する。この内戦で、僕は新天命の組織を整理し、変革を行った。たとえ僕がいなくても、滞りなく自走するはずさ。というより、主教がいなくても成立する天命の方が、聖女本人の理想に近いだろう。だから、継承権は僕にとって、僕の心の執念と向き合うためのシンボルに過ぎない。君たちのおかげで、新たな視点でそれと向き合い、全く違う結論を出すことができたよ。異界のオットーさん、その自制の精神に感服しました。ただ、今はまだ、解決しなければならない課題があるので、座ってゆっくり話すことはできません。確かに、レーダーによると、また新たな敵が出現したわ。みんな、戦闘準備を。私の番ですね。こちらです。かすり傷です。まだまだです。全力よ。テスラ博士、こちらのオットーさんに戦場の特殊空間異常はないか調べ。テスラ博士、こちらのオットーさんに戦場の特殊空間異常はないか調べてもらえませんか。は？今あいつらを片付けたばかりなのにどうして急に？ああ、わかったわ。確かにその可能性はあるわね。やってみましょう。急に何の話？結果が出たらすぐにわかるわ。さ、オットーはそこにいて動かないで。もしかしたらこの検査であんたを元の世界に戻せるかもしれないわ。いつでも出撃できます。私の番ね。どう？パラメータは調整済みよ。はい、このメガネをかけてみて。これは人形の糸？この予想外の出来事も支配の律者と関係があるの？その点に気づけば予想外の出来事なんかじゃないわ。
道理で今まで律尺王を発見できなかったのね。ほら、他の時空の部外者に巻きついてるじゃない。現役の天命 S 級バルキリーさんも見てみる？これはあんたの不思議な発想のおかげで発見できた手がかりよ。はい。これは確かに報告書に書いてあった傀儡の糸と似ています。博士、もしその糸をたどれば、その先に。いや、それはそう簡単じゃないの。相手は私たちと違う次元にいる可能性が高いから。けど安心して。あの人形たちのおかげで、今のネゲントロピーは誰よりもその手口を熟知してるわ。とにかく、十分なデータがあれば、コアの座標を割り出すことができる。その後は、空の律者の力を借りて奪えばいい。そうすれば、異常空間を解決できるだけじゃなく、この迷子になったオットーも元の時代に戻ることができるわ。では今の僕がすべきことは？歩き回ってなさい。違う場所で傀儡の糸を観測する必要があるから。場所と場所の間が直線距離で300メートル以上離れてることが一番望ましいわ。その間、私は観測データを使って計算の精度を上げ、ハイペリオンにいるキアナに準備作業を済ませるように連絡しておく。では私とテレサさんはその護衛を担当しましょう。共に行動すれば心配事も減りますから。ええ、その前に今の状況をハイペリオンにいるみんなにも共有したいわ。天命側として異議はないわよね。はい、とても理にかなっていると思います。あ、状況は把握した。それなら情報が全部一致する。はい？情報って何の？情報提供者本人に説明してもらおう。じゃじゃーん、サプライズ。テスラ先輩、私のことをまだ覚えてる？エリザベス・マクスミスよ。今は帝名の同僚たちに長ミスと呼ばれてるわ。ストップストップ、誰よあんた。はぁ、やっぱりそうね。まあよく考えたら、先輩は多忙だから面接に遅刻して落とされた研究女子のことを覚えてるはずがないのよね。あ、待って、今のは別に文句じゃないわ。本当にあなたのファンなの、テスラ先輩。ツングースカ大爆発万歳。わかったわ。で、あんた一体何者なの？はい先輩、私のフルネームはエリザベス・長光マクスミス。だからあんたは何を担当してるのかって聞いてるの。私は天命星1504長光研究所の所長で、長光という呼び名はそこから来たものなの。なるほど、あんたは天命の技術スタッフなのね。それでボサ頭、アインシュタイン博士に提供した情報というのは？先ほど本部のスーパーコンピューターを使って今回の異常の全次元崩壊エネルギー分布を分析したのだけど、あ、後ほどデータをそちらにも送るわ。分析結果によると、支配劇場のエネルギー特性は4つの仮の検査点において極めて似ていて、同じところから来てると考えられるの。オットーさんの主張の信憑性を検証することができると思うわ。主張？何のこと？ビアンカ。いえ、ドゥランドルさんは教えなかったの？私たちが支配劇場を使って実験を行ったため、この一帯の異変は支配の律者のコアの残片によるものだと考えられるってね。それがオットーさんの主張だけど、知っていると思ってたわ。ああ、そうね。確かにドゥランダルはそういう風に教えてくれたけど、あんたは今、分析結果を使って検証するとか言ったわよね。あんたたち、オットーが何をもってそんな結論を出したか知らないの？それは、テスラ先輩ならわかると思うけど、オットーさんの許可がない限り、私たちのような普通の職員は計画の詳細を知る権利がないのよ。
だから疑問や不可解に思った時は自分で手がかりを検証して真相を探すしかないの。それならわかるわ。何しろ私もかなり前にあいつの下で働いていたからね。話を戻すけど、全崩壊エネルギー分布の他に何か発見はないの？ええ。もしテスラ先輩が関連データを十分に収集したいのなら、聖537教会堂、聖1491広場、それからカスラナ街の東側をおすすめするわ。さすが天命、聖がつく場所が多いわね。そういう伝統です。1491年の内戦の後、一部の建物や街区は人名や家族名から重要な年を記念する名前に変わりました。それにそんな名前よりシーストリートや五番街という地名の方が変わってると思わない？いいわよ、呼び方はあんたたちの自由だし、オットーアポカリプス通りよりずっとマシよ。聖537教会堂、聖1491広場、カスラナ街の東側。へえ、それぞれ北東、西、南東の方角なのね。まずは一番近い聖1491広場に行って、その後は東の聖537教会堂、最後は聖女川対岸のカスラナ街に行くといいわ。ええ、合理的なルートね。それらの場所でデータを収集した後、ハイペリオンに戻ってキアナと合流するわ。なんとかして律者コアがある空間に近づかないと。待ってくれ、テレサさん。その件に関してキアナが君たちに話があるらしい。学園長、私たちのことを守りたい気持ちは理解できるよ。でも今、天命の不朽なる刃と長光も私たちに協力してくれてるし、みんな支配の律者による混乱を早く終わらせたいんだよ。そういう状況の中、私は空の律者の力を持つ者としてもっといろんなことができると思う。だから探索チームに入らせて、学園長。そうすればみんなも任務中に臨機応変に対応できるし、私の力ももっと上手に使えるようになる。ブローニャはキアナの気持ちを理解できます。今回ブローニャはあまり力になれませんが、キアナはもともと計画の一部です。もしそれでも心配でしたら、私もキアナと一緒に行きます。ブローニャさんたちだけでも十分ハイペリオンを守れますから。私たちもできるだけアインシュタイン博士とブローニャお姉ちゃんを手伝います。みんなの気持ちはわかるけど。テレサさん、もしよかったらキアナさんを探索チームに加えてください。以前キアナさんとは天球使と北アフリカでお会いしたことがあります。彼女が2ヶ月前に支配のリッチャーを倒したと聞き、私は感服しました。できればキアナさんとはもっといい関係を築きたいと思っています。はあ、あの人が邪魔しに来なければ他はどうにでもできると思うけど。心配しているようなことは起きないと思うわ、テスラ先輩。だってドゥランダルさんがいるから。はい。あなたという人は他は器用にできているのに、口だけは馬鹿正直なのよね。ごめんね、ちょっと意地悪を言うけど、もしお父さんにあなたが守ってきた世界の泡を壊せって命令されたらどうするの？それは率直に言いますと、そんな命令に従うはずがありません。確かに私は彼の部下ですが、私の人生の価値や使命も彼の所有物というわけではありませんから。よくできました。ほら、この現実主義な正直者もあなたたちと大して変わらないわ。それに彼女がオットーさんに助けて欲しかったことも、つい最近別の形でケリをつけることができたし、今の彼女はより自由なヴァルキリーよ。言い過ぎです、長光さん。誰も自分の一方的な理由で他人の考え方を変えろというべきではありません。だからごめんってば。
今度あなたが研究所に来た時、スイーツを多めに用意するから許してちょうだい。とにかくテレサさん、これからの探索では不朽なる刃は遠慮会釈もなく、あなたとネゲントロピー側に協力します。わかったわ。じゃあ作戦効率を上げるために、まずはキアナと合流して聖域1491広場でデータを集めましょう。それが終わったら残り2つの場所に移動する。問題がなければ各自作業を始めましょう。私の番ですね。